パチタウンボーイこと鬼に一中さんです。神奈川県から来ました一華です。これで何バツドンです。はい、こういうこと。マジかよ。はい、1ゲーム連、はい、ドン。こういうこと。よっしゃ、1ゲーム連。うめえな、おい。めっちゃうまくない。10連と8連。さっきから当たってるシーンしかない。そう、それでいい。見てる人はもうつまんなかったら、なんか情熱サイレントとか見てくれ。こんな話し始めたら、ピンチ目リプレイのコンボが来ましたよ。ららららら、平和的落ち方。平和的転落。いやー、ここでハマると眠くなっちゃうねーと。次のもう特殊一枚が相当勝負どころ。あ、俺今適当に叩いてたレバー。これは良くない。俺は転落した後2回特殊一枚が外しちゃってるんでね。ていうか引いてるよね。引いてる方ですね、数理のにしては、ね。なんか一仕事終えた感はあるよ。まあちょっとね、うまいこと波に乗れたからね。そうそうそう、初当たりも2回3回引いてさ。いやいや、これで終わりじゃないよ。これは分かってるさ。これで終わりじゃないっすよ。1位が来てこれで終わりなわけないよ。結構お店稼働いいっすね。っていうかさっき、はい、サザンアイズ、うん、今日両方 C で、この間の収録の時も C って言ったでしょ、うん。っていうか履歴見たらずっと C だった。すごいね、2台とも。そして私はもう天下分け目の山場。大事。これもね、バーじゃないと思う。頼む、多分ね。じゃあ俺のせい、俺のせいということで、うん、狙ってほしいとこがあるんだけど。はい、どこですか。色が違うんだ。赤菜の下のあのキラってるトマト。あ、キラトマト外れる気がする。いやいや、やれるやれる。これです。ごめんな、イチごめんな。俺のせいだよ。今ね、無視してバー押そうか超悩んだんだけど、うん、これが斜めだったら無視してラリバー押せたのよ。だけど、うん、本当にバーじゃない気がして、迷いが生じたのね。本当にバーじゃない気がして、しかもね、言われたしね。しかも今のね、ちょっと遅いな。1コマ後に押したかった、ビタで。今ちょっと俺の中で1コマ早かったね。もしかしたら次のやつを狙っちゃったと。だ、赤菜の上のトマトだけど、ここだとさ、ここにビタしないとさ。あ、なるほどね。一コマ早かったよね、今ね。まあでも本当に当たってるんなら当たってんだけど。いや、俺が悪かった今のは。じゃあそういうことにしとこう。乗り打ちだから。しちゃった。乗り打ちだから大丈夫。そう、これ勝負だったらマジでピッだけど、乗り打ちだから OK。 俺も痛みを負ったからね。そう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 。こういう時はリノ側のマリーがやっぱ特殊一枚役引いて当ててくんないと。そうね、俺は4番打者じゃないもんね、リノはね。そうだね、スーパーリノは。ああ、びっくりした。スーパーリノが4番だとしたら、まあこれは3番か5番かな。そうそう、こいつはね、分回しのホームランバッター。2番ぐらいかな、コンスタントにこうやっていくタイプ。1番2番ぐらいだね、リノは。特殊一枚役3するか。他のさ、リノタイプ打たないの？ビッグドリームとか。あ、打ったことないね。南国物語はちょっと打ったことあるけど、結局落ち角目があるから。そうだね、あれはね、それがね、ダメなんだよね。あと音もなんないじゃん、うん、ベルが、まあ、MB が入賞、特殊1、まあ、いわゆるトマト揃いの時に音が鳴らない。斜めチャンス、それはなり場だろうな。早い、すごく選ばれてないから、すごく早い。この辺狙わないとね。ごめん。あ、いいよ。多分信じきれてなかったんだと思う。おい、ビリーブできたかったんだと思う。これリノはね、ほんとね、当たんないっていうか、トマトを引けないと見せ場全くないからね、これね。あー、うめえ。だ、ね、いや、まだこれは当たりじゃない、ね。でも右さ、ま、左下がるよ。これもなり場しかないよね。これなり場しかないよね。慎重に狙うわ。なり場ね、この辺にバーを狙った方がいいよ。ビタ気味で狙う、ね、遅めになんだよ、何がなり場だよ。全然ダメだな、マジで。やっぱ
ちょっと万全と叩いてた、ほんとぼーっと叩いてた。スライ打ち。テレビ局にいたんでしょ。でも局員じゃないですよ、いわゆる制作会社。そうですね、出向みたいな。どうだったの、やっぱなんかすごい華やかだった。最初のうちはね、芸能人の人とかと廊下ですれ違ったりやっぱするからワクワクしたけど、やっぱすぐね、あ、こいつらマジ何にもねえなっていう風になっちゃったこいつらマジ何もねえな。そんなこと言ったらさ、空っぽの大人たちだなと思って。そんなこと言ったら、なんかあなたの今右隣にいる人とかどうなるんですか。だからゼロって言ってんじゃないか言ってるじゃないか。そんなにはっきり初めて言われたの初めてだな、お前ゼロだって。大丈夫、でもね、マリはついてるからラッキーボーイ、ラッキーボーイだから。ラッキーはあるね、もう十分。そっかそっか、だってそうだよ、だってそのテレビで活躍してる人たちだってラッキーがなかったら上がれないでしょ。どれぐらいの分量はまあ人によるんだろうけど、まあ、年功序列っちゃ年功序列なんだけど。はいはいはい。いや本当ね、くだらないよ。8時間とか10時間とか編集してるの後ろで黙って見とけみたいな。黙って見てる、俺が黙って見てる前で編集しながら5時間ぐらい寝てたりするマジどうすりゃいいのこれ。あ、先輩スタッフね、うん、見とけって言ったやつが俺の前でずっと寝てんだぞどうすりゃいいの俺。それも修行の一つだったんだ。そうそう、マジゼロだわこいつらと思ってたよ俺は、ずっと。あ、そういう人たちがってことね。そうそうそう、タレントさんとかではなく、タレントさんはそのもちろん人によるけどね、うん、すごいやっぱすげえなって人もいっぱいいるね。なるほどね。いや、やばいよ、だって俺4鉄したことあるんだよ。4鉄全然寝ないの。そうだよ、 4鉄目、4日目に倒れた。さすがに4鉄目にトイレでしょんべんしてて倒れたの。その出た瞬間にふわーってなって、で救われたの誰か。便所で15、6時間後に起こされたの。だって毎日だってさ、収録終わったら飲みに行く、しこたま飲まされる、朝8時9時まで飲むじゃん。で10時からまた会社行かなきゃいけないんだよ。おっ、来た、鬱憤が吐き出された瞬間だね。いやー、赤なに引っ張られる、引かなあかなに怒られる。まあ、信じようぜ。まあ遅めに狙います。早めに狙うと多分ね、今の俺だとね、早く押しちゃう。だから平行嫌いなんだよ。絶対赤だったもん今の。友達。なあ、本当ダメだね平行は。もう宣言した通り。あーでも450、あ、俺も370。お互いしかもね、一応特殊1マイク引いた上で外してるから。そうね、2000枚あったのに。せめてもう2回ぐらい揃えたいな。揃えたい。まだ時間はありますから。時間はあるっていうか稼働良すぎて、他の台はちょっと、ね、移動するとしたらもうパチンコとかしかない。パチスロはほとんど空いてないね、今さ、例えば映画撮ってくれとかさ、うん、ドラマ撮ってくれとかって来たらどうすんの。いや悩むね。数年前に本当にピンク映画を撮ってくださいって話は来たんだ。2年前ぐらいかな。はい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 。でもね、まあ皆さんあんま知らないかもしれないですけど、めちゃくちゃ安いんですよ。あ、そういうのは。でもめちゃくちゃ労力かかるんですよ。情熱でしか受けられない仕事なんですよあれってなるほど。マジで。ちなみに映画の監督も実はそんなに儲かんないですからね。大物になんなきゃダメってことね、うん、儲けたいなら。そう、じゃあほら、どっかの映画館、ちっちゃい映画館 2,3 個でやってるようなやつは、はい、の監督さんとかは全然食えない。だってそのだから俺の後輩がね、なんかもう何回か動画で言ってるけど、東京グールっていう、まあ、漫画の映画を撮ったんですよ、はいはい、そいつより俺の方が月収上だからね。だってあれ俺でも知ってるぐらい有名な漫画じゃん、うん。まあ、それぐらい映画監督は儲かんないっていう話。それは昔からなの、多分最近というかここ数年、十数年かもしれない。あ、まあでも年々動画業界の仕事が儲かなくなってますよ。
それこそ伊丹十三さんとかね、ああいうクラスは儲かったと思いますけど。なんでもそうなの、うん、なんか多分今そんな儲かんないですよね、相当じゃないと。飲まれちゃう、やばいな。2人で5000枚ぐらい出す目標あったんだけど。そうだよ、俺金稼いで帰ろうと思ったのに4トマト、4トマト外しはな。やっぱ最初なんだけなんだよね、俺引き強いの。この間の俺の時もさったんだ。じゃあダリバじゃなくて引きじゃねえかよ今認めたじゃねえか、最初だけ引き強いって。最初だけ引き強いんだよな俺なんだよ、もうダリバも減ったくでもねえじゃねえか、右下がりもなんだわかんだって左下がりだな。朝一引き強いんだよね俺結局じゃあそこに集約されんじゃん。あ、分かりました。じゃあ全てをじゃあさらけ出しましょう、はい。バチスロは運です運ですよ。そうね、うん、友達イッチーさ、はい、まあ、バッチ最初はバッチだったじゃん、うん、でその後マリクズの2人プラスリュウジだが3人で今美穂ちゃん、うん、もうプロデューサーじゃん半ば。鬼 D と言いながら、まあ、D は、まあねまあね、ディレクターの D じゃないけど、うん、次誰、次とりあえず、あ、来たね次ねじゃあこの今回は何時か、じゃあここまずこっちから片付けようよ。あ、これバーです。あー本当だ滑ってった、よっしゃー滑ってきました。来ましたね。ちょっと遅めにバーをしたんですよね。今回はバー、ありがとうございます、ね、ありがとうございます、次はでもね、俺はでもずっといいなって思ってるのは必勝本の矢野金太くん。あー矢野くん、矢野くんの評判はね、いいって聞くね。矢野くんいいなっていう、だちょっとね、呼んでみようかなって思ったり。もともとバリクズのメンバーの候補に矢野くん入れてたんですよね。彼クズだ。あ、クズだよ、クズまあここ、まあ大体この業界の人はクズだと思うけど、私も含めて。やばい、当たんねえ。引けない。だがしっかりここやばい、矢野くんの話してる場合じゃない。俺のことプロデュースしたら、だってもうプロデュースする必要ないじゃん、売れてんじゃん。いやいやいや、いや俺もプロデュースしてほしいなって常日頃思ってた。俺人気ある人実はあんま使わないっていうね、なんかよくわかんないね。人気ねえから大丈夫だよ。あるわ。やばい、これね、終わった、ノーボラで終わるタイプのねやつよ、流れ。水飲みます。その深刻ちょっと待って、今マジだから。落ちてないのか、どっちなんだよ。大丈夫、落ちてない、俺にはわかるよ。なんで引けねえんだよ。あー、まだいる。危ないようるせえな、もう。うないよ、うるさいな、ここも。もうちょっと、もうこれもう当てらんないから、今あのもう差し入れもらいます、ありがとうございます。今当てらんないから差し入れもらうから、ありがとう、ありがとう、いただきます。今当てらんないからね、差し入れもらうタイムしたから。ちょっとおめえマジで頼むよ、お前2000枚にしたいんだから。埼玉県のコーラ頼む、当てさしてくれ。これね、落ちる流れなんだよマジで。普段だったら、大丈夫だって。普段だったら僕ね、これ散歩しに行ってますから。はい、行きまーす。鬼散歩。あすげえ吠えたね。休憩が功を奏す。おらー。あー、よかった。こい。あ、ブフ、くしょ。何そんなビビってんだよ。当たったじゃん、今。ドン。当たったじゃん、今。ドン、ありがとう。やっと抜けた。ハマりからの脱却。いや今のね、差し入れもらいからの、水飲みますからの、完璧。一瞬だったね。いやそう考えるとパチスロすごいよ。パチスロはすごい。その市川を掴んで離さないんだから、パチスロは20年ぐらい
お付き合いさせていただいた。何がそんなにいいんだろう。なんだろうね、多分割と弾ける方だからだと思います。これが俺が例えばめっちゃ弾き弱かったとしよう、仮に。したらさすがにね、嫌いになってるタイミングがあったかもしれない。割とスロって他のギャンブルに比べるとあれで甘いよ。甘い甘い甘い。おそらく勝ってますからね、しょうがない。それがね、下世代なんでだよ。あんま負けちゃうとパチンコパスでも結局面白くなくなっちゃうじゃないですか、ね、実際当たってるから面白いとあるか。あんま負けるとつまんなくなっちゃうから、あんま負けないようにしてるんですよ。あ、来た。わでも信じるわ。トマト多いね。井戸だからね。うまい。ほんとなのか、心理なのかな。心理、やっぱね、バーだよ、バーって思っちゃうよね、これだけダメな、あの、なんていうの、ダメな時に救ってくれる率が多い。そうじゃん、その、結局外れてもあまあってなるけど、当たった時にやっぱそうかって思えるから一択のがいいんですよ、皆さん、本当にやばいね。精神の安定を求めるならば、精神の安定とかもうさ、完全にあれじゃん、はい、あの、信仰の対象の話になってくるよ、ね、理の教のね、理の教の。そうそうそう、だからその方が気が楽ですよ。あ、当たった。はい、天才。やったー、はい、天才。やったー。はい、誠聡明。あ、もったいない。はい、ご褒美ベル、ご褒美ベル、ご褒美、ご褒美、ここがご褒美、ご褒美、ご褒美。いや、ビッグ引くな、しかし。本当だよ、740ゲームぶりのボーナスゲー。よっしゃ、よかった。さあ、こっから元に戻すよ。ナイスイーン。おら、バーク。え、コインか、レグ。あ、上でビッグじゃないってことはレギュラー。ビッグ。はい、完璧。え、もったいない。そっち、いやいや、いるんでしょ、どうせ。もういない。危ない、こういう時は。あ、危ない危ない。ああ、終わっちゃった。早いわ、せっかくの。あー、やばい。あー、おー、天才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 。しかも全然バー狙ってねえし。ラッキーマン。ラッ落ちてるじゃん、俺。ラッキーマン。いやー、とってもラッキーマンだ。大丈夫、ラッキーマンが続いてんなら俺落ちてもいいわ。あー、当たってる。当たってる。俺リプレイかと思った。当たってる。マジかよ。なんかさ、あの1ゲーム連やったら寿命が10分縮むとか言うけど、そのテンションで生きてる時点でも結構縮みそうな勢いがあるよね。うわー、やば。2連続はやばいね。あ、いないな、これ。あ、いないわ。8連ついに市川転落。まあ、やった方ですね。ええ、うわ、びっくらこいたな、もう。いや、びっくらこくでしょ。これね、なり場じゃないんですよ。また出た。これなり場じゃないんですよ。なり場じゃないの、うん、これなり場じゃないんですよ。何ですか、じゃあ正解は。絶対に赤ななんですよ。絶対赤なな。赤なな、冗談なんですよ。行ってみる。いやー、これはね、俺が押すか。いや、俺が押すか。これはね、今日一のターニングポイント。今日一、うん、これ今日一、これね、うん、多分赤なな冗談のキラトマトだと思うんですけど、だがここでブレたら終わりなんですよ。ダメ、ここでブレたら終わり。なりば一択。あー、シャラポケゴラー。こうだよ、ほら、これだよ、ほら、見とけ。感情の起伏がいいね。よかったね、押さないでね。こうやってやるんだよ、だから負けたら終わりなんだよ、もう。負けたら終わりだね、負けたら終わり、負けたら終わり、負けたら終わり。あはっ、1ゲーム目落ちてんじゃないの。落ちちゃったんじゃないの。落ちちゃったんじゃないの。今の危険だよ、今のは。大丈夫よ、今のは危険な。まだ大丈夫だって感じしたよ。俺を信じて、俺を信じて。おっしゃ、スリップ。気持ちいいわ。早いね、復帰ね。気持ちいい。復帰何ゲーム？20ゲームぐらい？
そうだね、今26ゲームだからね。そっか、15ゲームぐらいで復帰したのかな。あー気持ちいい。あーヘルス違うからヘルスだろう、こんな気持ちいいわ。叫んだね、ヘルス。今のナリバ見た、やばくない。まあ、ちょっとずるってぬるってしてたよね、ぬるぬるしてたね。いやビッグヒーツに助けられてるけど、これ負けてるな普通に。13の3、それが14の9、まだ200枚ぐらい浮いてるけど。これ普通の比率だったら余裕で負けてますよ。本当ですね。どうなの、そのカメラマンでやってるのとカメラの前で座って打ってるの同じ時間だとしたら、今はるかにカメラの方が疲れるでしょうね。だよね、はるかに疲れますね。これがもし全然展開悪かったら、トマトは引けない、引いても揃えられない。あ、まあ、ストレスは溜まってたと思うけど、でも多分疲れるのはやっぱカメラマンの方が疲れるでしょう ね。 そうだよね。だから結構そのあと例えばよ緊張する方とか、例えば演者の人とか、ね、緊張するとか喋るのが苦手っていう人は多分こっちの疲れるでしょうね、あのやってる側の方が疲れね、うん。まあ、俺全然、まあ、今日は、ね、緊張してないからそういう気疲れもないし、会長だよねすごく、うん、なんか全然普段通り、割とそんな別にね全然緊張しないっていう人間でもないんですよ実際ね。そんなにそうだ、ずぶとそうな、でも今日は全然緊張しないね確かにね、うん、やっぱ連れ打ち人選機だからだな。そうだね、いい番組出たね、本当良かったと思う。しみじみ言われるとな。これはまた飲まれてく流れだな。今がピークだろうなこれ出玉、うん、と思う。まあ、俺は全部飲まれたけど。イッチーがさ、はい、プロデュースではないけど、うん、育てようと思って全然育たなかった人っていいの？リュウジじゃないの？ぐさっときたね今。1メートルぐらいの距離にいるだけで。まあ、そうか、まあ、まあまだわかんないけど、まだまだね。あんまでもあんまいないね。リュウジには可能性は感じるの？感じないね。そのギャグっぽくないトーンで言ってるからまたね。だ、うん、まあなんつうの、人には向き不向きがあるから。ああ、優しいな。リュウジはだから一期一会しかない職業、つまり接客業がいいんじゃないかな。だって2、3回会ったら嫌な人ってバレちゃうんだから。一回しか会わないショップ店員だから服屋でよかったんじゃない。やめなきゃよかったってこと？一期一会だったらいい人のままで泊まるんだから。ああ、そういうことね。さあどうすっかな。パチンコ何あるかちょっと見てみようかな。引いちゃった。お、やったじゃん、揃えて。ただなんで斜めじゃないのかっていう。またなんで斜めじゃないだろう、どこ押したんだろうさっき。パチンコ打つからじゃあこれバー狙わなくていいかな。いや、まあそこはもうお任せしますよ。すごいな、やっぱそっちはやっぱこれだね、バーだね。そっちはバーだね、間違いなく。俺はもうちょっと今やめようとしたの。俺はちょっとダメなところあったけど。あ、どうするこれ。で打ってよ。落とした方がいいもんね。だって落とした方がいいとか、そうね、そこまで自由自在なの。そこまで自由。衝撃の発言だったけど今の。またなんか言うの？俺が聞きたいね。俺が聞きたいよ。いや俺もなんで今位置に聞いたのかよく分かんなかった。なんで俺聞いたんだろう。俺が、ね、初めて来た人に。それでは
お時間なので、ね、この辺で実践終わりにしたいと思います。終わりです。非常に楽しい実践でした。エンディングです。趣旨の方はエンディングで、エンディングです。はい、終わりました。はい、ありがとうございます。いいプレー打ちでした。いや、本当楽しかったですね。史上稀に見るいい釣れ打ち。あ、本当ですか。もう良かったです。やっぱリノはね、ドラマ起こしてくれやすい。いいよ、本当楽しかった。うん、まあね、私の理論も伝わったと思うんで。成り場一択、で、終始とりあえず言っときますと、はい、僕マイナス450枚です。マイナス450枚。私が150枚使いの、2900枚バックです。だからプラス2750枚です。ってことは1300枚プラスなんで、はいはい、2人で1150枚ずつプラス。イエーイ、ありがとうございます。あんな楽しくて1人1000枚以上もらえてね。え、 いいとこですね。いや、出演する仕事やっぱ甘いなやっぱな。どうなったの。これでほら、だっていつもずっと、ずっとまあ声では出てるけど、基本は回してるわけじゃないですか。そうっすね。べったり後ろにこう、まあ5、6時間カメラ。いや、まあ単純に大変だなって思う時もあれば、やっぱりこう、僕らはね、パッチスロー好きだから、ああ、打てていいなって思う時もありましたよ。もう最近はもうその状態を超えてますけど、すでに。うん。まあね、辛いことも多いだろうしね。ただ今日はね、非常にもうノンストレスってことですね。ノンストレス。ありがとうございます。これからもう二足のわらじで。いやー、それはいいかな。なんかあの、いちいちなんかネクタイつけるのめんどくさいし。ネクタイしてるの別に強要してねえわ。いつもね、スウェットにジャージみたいな感じでね、やってるんで。いや、いいじゃないですか、それで。それで出てきましょう。いやいや、だってそうするとさ、またさ、一人二人のさ、パチスロライターの仕事を奪うことになるでしょ。もう私はね、全然その辺は目指してないんでね。今後とも私が作る番組の方を皆さんよろしくお願いいたします。なんでそんなそういうところだけ謙虚なんですか。いやいや、だってもう十分十分ね、お仕事をいただいてるんでね。まあ、またやれてると。機会があればね、機会があれば出演の方もしたいと思いますけどね。はい、また続いててそれが長寿番組になったら、気が向いたら出てください。もちろん、はい、もういつ もう収録毎回来ちゃおうかな、とりあえず。むしろ毎回来ちゃおうかな。常にいるみたいな。うん、常にこう、あ、出てたしね、今日お店も。そう、マリモの釣れ打ち、みんな来た方がいいっすよ。最後にめっちゃ入ってました。最後にいいね、いい。ありがとうございます。はい、そう、というわけで、今回はかなりレアケースなゲストの、一と楽しくできたと思います。はい、また一緒にやることがあるかもしれません。今日お楽しみに。ではまた次回もお楽しみに。さよなら。さよなら。乗り打ちの力だ。番宣忘れずに。